阪急電鉄本社ビルは大阪市北区柴田に所在する事務所ビルである。阪急電鉄及び阪急阪神ホールディングスの本社が置かれている。1992年、阪急電鉄の本社ビルとして建設された。阪急電鉄大阪梅田駅の北側、茶屋町地区に位置する。現在の所有者は阪急阪神リート同資法人であり、阪急電鉄に賃貸されている。 事務所ビルとしてのスペックは、南北に系統の中央方式とペリメーターを組み合わせた空調設備 100mm の OA フロアを設置した上で基準階の天井高 2600mm、コンセント容量50場、平方メートル、床荷重 300kg、平方メートル等設備を備える。一貫して阪急グループが関与する中で以下の通り所有者が変遷している。 阪急阪神リート投資法人、阪急電鉄本社ビル国内不動産、新宅受益権の取得に関する、お知らせ2013年3月29日、阪急阪神リート投資法人資産の取得に、関する、お知らせ2008年5月13日、阪急リート投資法人国内不動産、新宅受益権の譲渡に関する、お知らせ2009年10月27日、 阪急リート投資法人大阪町並小加古作品集 DBJ グリーンビルディング認証の取得に関するお知らせ2019年11月29日阪急阪神リート投資法人ありがとうございます